イエーとかさ、ね、無言でこうやってそういうことね。で、8月10日にですね、ライブ DVD、古今東西時をかける野郎どもが、発売間近ということでですね、今日はもうメンバー全員でですね集まって、もうそのなんていうんですか、この YouTube に、登場しようということで、登場しようって呼ばれてきたわけじゃないんだよね、勝手に来てるんだけどね。また来ました、勝手に来るね、押し売りスタイルでございますからさて、ということでね、まあ商品の詳細とかですね、あとライブ素材の編集もですね、もう終わったということなんでね、今日はみんなでそこをちょっと紐解いていこうじゃないかということになっております。じゃあまずですね、関係ないですけど近況からですね、ちょっとしばらくあれでしたから、じゃあ友達さんは、俺は曲作ってますね。あ、はいはい、はい、今ね絶賛曲作り中だね、はい、だいぶ来た、あのだいぶ来てます、日々俺も震えて待ってる。いや、あのみんな待ってんじゃないかなと思って、うん、あのすごいこうプレッシャーの中で今か今かと思ってね震えて待ってる。もう携帯がこの LINE プロポリってくるたびに、ね、それ最近天気いいから辛いの家で。ああまあそうだね、昼間は無理でしょ。そうだから梅雨だと思ってたからちょうどいいなと思ったんだけど、なんかね天気良くなっちゃったから異常だからね。はい、でもやってますよ。そうだね、はい、これは彼がトメスにやってもらわないとね何もならない、ね、まず全然すいません。まだだから第一段階でね、もう曲の段階ですから、うん、趣味何してる？その曲が来るのじーっとそりゃそうだよなもうベスト死にくしまくんだよそんなわけねえだろ、まず覚えなきゃいけない、ね、いや暑いから家の中でそれは、ね、危ないもんな、うん、あちょっと危険だよ。僕はちょっと、ほぼほぼ家であの野菜の手入れをしたいかな、うん、野球野球で野球はまあ、うんそうね、夜は野球を見てで常にこう待ってる待ってるいやなんかこう分かるよ、あのちょっと落ち着かないっていうかさ、いやだから来たらもう予定明日俺のとこだけ届いてないのかな、そんなわけだそんなわけだ、そういうそういう不安も出てくるんだねあのまあでも焦らずに、はい、あのいい曲待ってますんで、ねはい、間違いないですから、はいはい、お父さんは家で何してるの？そうですね、僕も、あのもちろんね、そのね、あの緊張しながらその曲を待ってるの。そうだね、全然緊張してる。佐賀さん緊張する場面じゃない、ね。で、まあ、あのなんとなくのドラム練習とかね。なんとなく曲調も知らないじゃん。まだ何もできてないんだよ。すぐ対応できるように、ちょっと。まあ、あと、ちょっと映画をね、ちょっと時間の映画見たりとか。また誰も知らない映画見てる。いや、あのトランスポーターシリーズ。あ、1から3まで。また今見てる。しっぴーなぁ。面白いよね。いや、面白いよ。ね、ジェイソン・ステイソンってやっぱり。よくできてる。面白いよ。面白い。俺はもうククルス・ドアンの島も見に行ったし、ガンダムのね、新作の映画も見に行ったし、シングルタウンも見てきたよ。うん、もう号泣ですよ。そうなんだ、シングルトラマンに至っちゃもうしばらく席立てないぐらい号泣ですよ。いやめちゃくちゃ良かった、あの子供の頃初めてウルトラマン見た時の興奮がよみがえる。うわかっこいい来たってさ、あれなかなか大人になってないよまあそうだよね、もうすげえよかった、うん、ただもう全く子供向けじゃなかったね。はい、ということでね、ではですね、まず商品紹介から行きたいと思います。じゃあ上原子さんお願いします。はい、DVD 3枚組です。古今東西時をかける野郎どもツアー3公演分を余すことなく収録しました、はい、これもう夢グループだね夢グループ本当ですか3公演分もまずタイムリープ22悩み無用アットミトライトハウスのライブですね、はい、あと痛快ビッグハート維新21遅すぎたレコ発ツアー、札幌ペニレン24、3本目がタイムリープ22あなたのドハツきっと生えてくる、これも同じく札幌ペニレンの計3本です。はい、はい、サザエさんみたいなね3本でお送りしますってね。これでもさ、まず水戸ね、これ結構後半だったからさ、最後の方だもんね。そうそうそう、水戸ね、このセットリストの後半だったから、かなりこう精度上がってたよね。そうなん、確かに、やり慣れたというか、やっとこう、なんちゅうのかな、今までの俺 DVD
DVD 撮ってるっていうのでまああんまり意識したことないけどね、うん、ライブを撮ってるからこうしようみたいな間違いないようにしようっていうぐらいしかないじゃん、うん、もうやっちゃったらさ、うん、だけどこれは今までの撮った中でも相当よくできたんじゃないかなと俺は思ったんだけどね、ライトハウスね、そんなことない？いや、あるよ、あるよ。今回はなんかこうなんあんまり数なかったけど、うん、きちんとだんだんまとまってくるなっていうのをなんか肌で感じる。そうね、ほぼ新曲だったからね、うんうん、感覚がね、結局骨組みだけしか残ってないっていうかさね、うん、知ってる曲ではあるけど、まあ、知らない曲みたいな。でこの札幌の1日目次がね、これビッグハートのやつが、これだっけやり直したの？そう。あ、1日目、うん、それ入ってるね、うんうん、これはもう、いろいろとね、まあでも機材トラブルとかもしょうがないからね、うん、それはそれでまあ、人のライブだと最高楽しいんだけどね、そうだね、もはや、でも自分のライブでも気にしなくなってきたけど、そういうところ乗り越えるのが醍醐味だから、そうそう、はいはい、じゃあ、じゃあもう一回やりますぐらいのね、うん、それでいいんだもん。ね、なんかの試験じゃないんだから、ですごくよく、これも楽しくできたし、その、うん、ね、アンコールでやり直したやつも、なんちゅうんだろう、こういつものこうバンドの雰囲気が伝わる感じではあったかな、うんうん、スタジオで練習してる時のさ、うん、感じ、そうだね、練習の時みたいな感じで、うんうん、映像はね、それはあったよね、うんうん、そして、これ2日目か、札幌のね、タイムリープ20。これがですね、まあ、ツアーファイナルに近かったんだけど、ね、これは、やっぱりその、プレッシャーがほぼないというかね、1日目にいろいろあっただけに、スルッとちゃんとできたというか、うんうん、ただもう最近あれなんだよね、まあ、こう年のせいでないと信じたいんだけど、すぐ忘れちゃう。忘れるかな。やったこと忘れるって。覚えてるさ、多分。そう、私も結構忘れる。忘れ気味。わしもって喋ってる。忘れ気味ではありますね。ね、なんかほら、もう、すぐ忘れて次のことやらないとさ、頭に入ってこないじゃない。うん、ちょっとライブ自体を。そう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 。確かに。もう全然覚えてない。覚えてないの。なんかリセットするの早くなっちゃったっていうか、うん。なんか体がそういう風になってきてるんだよ。なってきてるね。脳がちっちゃくなってさ、そう、小さくなってから新しいことを覚えるために睡眠をすぐこう、そう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 、ちゃんとそれはね、うまくできてるなっちゃってんだから、そう、メモリが、メモリがね、そう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 、ちゃんとでも覚えれるにはなったし、っていうのはそれはあるよね、はい、ということでね、これボリューミーな3本丸々入ってるからね、そうだね、なかなかボリューミーですよ、でさらにですね、これが大変。得点が、私が得点ついてます。これじゃあ清水さん。はい。はい。その1、坂爪勝彦専用カメラを見ながらメンバーが突っ込みまくる勝彦見守りカメラ、お仕事中、監視、開始。イエーイってことなんだよ。まあ、坂さん、最悪だね、これ。これはなんだよ。流れましたね。これはさ、体の中に監視カメラが内蔵されたそれではない面白くない駅続いてきた毛穴の一つですよ、ね、ここでカメラ入ってこれはね、あれだよね、普段あんまり 見れない坂さんをちょっと注目、ね、後ろにいるからね、うん、ただ写真で撮った時はさ、うん、俺より前にいるように見える時もあるでかくてそういうカメラなんですよね姿とかだけこう望遠になるとかねいやなんだけどこれすごかったねこれみんなで見ながらさこの間ねいろいろああでもねこうでもないんだけど、うん、なんかこうちゃんとやってんね意外とそうですね自分でも見て、うん、もっとひどかったなんかちゃんとやってるなみたいな、うん、いやでもあれ撮ってっからねきっと多分ね多少やってんだわ、まあ、かもしれないですね、ちょっと意識してあ、まあ、撮ってるの意識してしてるんで一応そうですねあんまりいつももっとひどいもんかあんまりひどいことやってね、うん、映像撮ってるんだったらこれまずいなと思ってそういうね取り繕いするから無意識のうちにやってるじゃん無意識のうちにまあそれでも大概出てるけどね普通のドラマじゃ考えられないぐらいの、まあ、そういう部分あるかもしれないですね、うん、まず曲想をさ、うん、
これはこういう曲ですよと、うん、いうことを解釈してからのこうやっぱり演奏っていうのはさ、それ大事なんだよ。そのはずですけどね。恥ずかしい。そのはずですよね。そのはずなのに、その今この表情来るんだってのが来るからね。うん、あれはやっぱああいうところにこうなってしまうんだよね。不思議とこのね、でも本人あの至って真面目なんですよ。シビアな曲では本当にあのシビアな気持ちでやってるんですけど、顔は。そう、なんでああいう顔なの、なんか梅干し食ってんの。でも俺、坂田の方見たら、もう8割方変な顔してる。いや、そう。もあとね、ちっちゃい声でね、歌ってるのとかさ、あとあの練習の時いつもそうなんだけど、結構歌ってんの聞こえてきたりする時も、ちっちゃい声でさ、歌ってんなーって時も。レコーディングでも拾ってるから、そうそう。そう、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 ね、吐息っていうか、そう。たまにね、うーん。あとね、ドッパッパッって口で言ってんのに、言ったぞ。言ってんだよね。半々に言うのやめてほしいんだよね。たまにでもね、それやんないと、次のどういうふうに叩くか、手が出てこないっていう時もあるんですよ。そうなの、だから、なんて言うんだろう、それこそね、脳が小さくなってると言いますか。もう脳小さくなりっぱなしだな、これ。メモリー。メモリーが。メモリーが。体で覚えてるってことよ。そうですね、こう口で、言った方がこう、ツッツッタン、ツッツッタン、ツッツッと、こう手が動きやすいと。ボイパじゃん。あ、ボイパだけにしますか。できるならできるんだったらいい。できるならやってみてもらいたい。ズンズンタン、これおじさんなんかズンズンタンって言ってないみたいな。分かったらボイパじゃないんだから。途中から変えればいい。うまいな。いや目立っちゃう。いや目立っていいんだよ。ねえ、でもこれはもうなかなかねえ、いろんなバンドにドラマいるけど、これ想像できないよね。そうだよね。想像、これ X ぐらいじゃない、ドラムだけ抜いて。そうですね、大体皆さんかっこいいですから、なんていうのかな、こういうあんまりかっこよくない感じを映されてしまうっていう感じをね、まさに特典みたいな感じですかね。何言ってんの。さっぱり分かんない。何言ってんの。何なんだろう、何なんだろう。かっこいいの映しても特典にはならないってこと。そうですね、俺みたいに面白いじゃないと得点にならないってこと。私がもしかっこいいだけだったら、こういう得点はなかった。かっこいいだけってなる。かっこいいはもう大前提だ。かっこいいやつだったら、この得点はなかったんだなっていうことですよ。あ、そう。でも俺、坂さんの娘にライブ終わった後、パパどうだったって、かっこよかったって言ってたじゃん。まあ、言ってますけどね。言うように言ってる。さすがに、いい子にしなかったね。かっこよかったって言われると、ちょっと私もね、偉いなと思って、考えそうですね。本当、なかなか坂さんをこう、じっくり見てるってこと、俺らは特にないもんね。そうだね。お客さんはもう、はい、ほら、ともすればさ、まあ見てられるけど、俺らはさ、ほら、自分でやることいっぱいあるから、坂さんの方向いて歌うわけにもいかんし。うん。お客さんも、でも、ほとんどね、フロントの3人ばっかり見てるんじゃないかと思ってたね。悲願でんの、いや、違うんですよ。僕も分かったんだけど、緊張せずにこう。どうせ俺はみたいな感じで。気にせず自由にできるな、みたいな。ありますね。見てる人、じっと見てる人いる。いるよ。あと、ドラムの人は、ドラムやってる人は見るんじゃない？そうですかね。ドラムやってる人かもしれない。ドラムやってる人はやっぱり、坂さんのドラム。坂さんのドラムやっぱり、ちょっと、そこら辺にないドラムだからね。そうですね。あんまり、かっちりとした基本がないんで、自分が基本になっちゃってるんですからね。自分が基本、かっこいいのかな。でもね、悪い意味で。なんでこうなるの。なんでこうなるの。しょうもねえな。はい。ということで、じゃあ、豪華特典、これ、その2、坂さん、紹介してください。はい、それ、そうですね。なんと、豪華40ページのブックレット、付き合いがかれこれ30年以上になる、菊池さんが温存していた95年のビッグハートツアーの秘蔵写真と、戦後のあれ2022年の写真を多数掲載。さらに95年当時に手作りしていたメンバーによるセルフライナーノーツ含むプロモーションキットも掲載と。
これはさ、ナレーションじゃねえんだよ、これ。ナレーションじゃない。ナレーションじゃない。なかなかちょっとね、間違いないように読むのが大変すぎる。いや、別に間違ったって言うんだよ。多分テロップ出てるから。あ、そうそうそう。これ見せていいのか、ちょっと。すごいね、これ。うん、あ、この間のも入ってんの？これこの間。おお。僕はというこの間のも入ってる、うん。いいねこれ。あ、これもこれのやつ。あ、これもそう。あ、一緒だ。入ってるやつ。うん。それ見てていいよ。うん、あ、いい。これこいいスタッフのおじさんいたよね。あれ？ね。モッツの T シャツ着たさ。それ水泥棒じゃないか。なんかね、簡単組んでる人だね。カビ取る。すげえいい顔で笑ってるね、これ、佐藤さん。何ですか？無理やり笑ってないですか？見て、これ。バンドやってるとは思えないよ。もうあっちゃ、来た。屋根裏だ。屋根裏だね。いやほら、これ。おぉ、ボーチ懐かしいな。懐かしいな。これはすごいわ。これ、友達ともう目の下真っ暗だもん。これ、ジャージだもんね。ジャージにネクタイ着だもん。おしゃれだね。おしゃれだよね。うん、誰にも理解されなかった。ありがとうございます。これでも俺のメインのベースまだ結構綺麗だね。これ。あ、本当。うん。俺のギターも綺麗だもん。なんかちょっと。今こんなんじゃないもん。佐賀さんもまだ今より綺麗だもん。そうだって。シワの数がちょっと少ないですね。これだってもうあれだもん。長髪でパウエルの T シャツにバンダナだもんね。頭。そうだよね。スケーターでしょ。あれ、水彩だ。血のパンだよ。そうです、完全にこれスケーターだよね。友達だってこれ誰か分かんないよこれ。子供だなこれ。子供だよね、なんか。そうだ、これもなんかね。幼いもんまだ。これでも20代前半だもんね。20代、20代。その頃、ちょっとおでこを見せてるんですね。本当だね。もう超短髪だもんね。うん。長かったり短かったりね。でもこう見ると若いな、やっぱ。うん、ああ、趣味もあんま変わんねえな。そうなんだよね。全然変わんない。そうだけど。いや、若いっちゃ若いけど、あんま印象変わんないもん。あんま変わんないよね、趣味。ほら。やってること変わんないもん。まあ、ベース弾いてるからね。ボーレムにするしさ。あれ？これ息子さん？え、これ築地でいたまれやってるっていう築地息子さんこれ違うかーってねあ、そうですね、息子さんでしょ。そうですね、よく似てるわ、ね、上の方の息子さん。あー、角刈りでね、よく似てらっしゃるこれ。あー、これ息子さん完全にこれ親子だもん。これ初代のドラム。初代。初代だよ。で次行ったら痩せた人が入ったでしょ。これ20代半ばでしょ。そうだ、ね。こんな角刈りのロックバンドにドラムいるこれ。これマジで角刈りだったよ。ジェラードンだよこれ。角刈りっていうかね、まあちょっと、ね、あ祭りカットだよ。祭りカットっていうか、うん、ヘイラッシャーだもん。確かにそんな感じだね。で、なんでこんな困った顔したの？ん？これ。これよくやってる。あ、それいつも癖なんで、これ。いや、それ坂さん、マジで言ったまえだね。いや、ほんと。今、いろんな若いバンドいるけど、そんなドラマいないよ、20代で。なかなかいないです。老けてんの、坂さん。これ、もう大工。これ上見るやつどっちかっていうとそうだね、もう完全に日活スタイルだもんな。日活スタイルただやっぱ顔の張りが違うね。張りがほんと違うっすね、これね。相当上がってるもんね、うん、今あんこみたいだもんね。横にこうつけちゃう、ね、最終的にここ潰されるから頭光らしても小魚よくね呼んでるし、ね、これあのこれ札幌にもう東京出てきて初めて札幌帰る日かな。ツアーで、ね、でこれもうミニコミね、当時自分らで作ったもんな、うん、誰も何も取材してくれないからインタビューね、うん、もう言ったら自問自答ですよ。時代だよね、そういう紙のものって、ね、見込み、ね、シビいよなあ。あのライブの
あのアンケートとかさ、そうやってたね。だいたいここに住所がっつり書いてたの。時代だなこれ。バッチリ全部俺の家ね、住所書いてる。もう本当すごいよな。T シャツ1000円だったんだね。写真もこれも潰れちゃってもこの人誰か分かんないじゃん。坂さんお気に入りの写真、お気に入りのね。コンビニ行ってコピーして切って、そうそうそう、切って貼って、なんか懐かしいですね。やってたもんな。これライブのアンケートのさ、ほら泣けてくるよこれ。いや、こうやって読んでる、ね、読んでるとねえ。でも俺パソコンもね、なかった。ワープロあったのかな。ワープロあるさ。ああこれワープロじゃないわけないじゃん。いや、だからどうなってたのかなっていうのをちょっと考えそう。カッパ印刷カツチでこうやって入れてカツチで写真やべえ。なんかみんな、なんかクリッとしてない、うん、なんか若いんだね。あ、これ全曲解説これ入ってんだ。あ、これいいね。ほら、あ、これ今回にうってつけだね。ディスコグラフィック、これしかないんだよ。そうだよ、うん、これしかない。あ、カセット、これプロモーション用の。あ、ここに書いてあるわ。佐田さんの夕立ちと二人で、本当の誰が誰がポエム書けっつって、全然曲そういうことばっかり書いてたもんね。まあ今でも変わんないけど、ちょっと読んでみて。佐田さん、夕立ちと二人の、全く雨ってやつがよ、時にはあまりにもその一粒が重たいってことがあるのさ。何言ってんだこれ。よく解説やき。どうなってんだよ。恐ろしいね。昔の写真だったらさ、まあいいけど、これ文章すごい難しいよ。恥ずかしいよね。すごい嫌だね。うん、全くそう。この救いの丘も面白いな。はい、さあさあ、救いの丘。救いの丘。救いの丘。はい。警戒かつ、ヘビーなこのナンバーで踊ろうじゃないか。君もふと毎日の生活にクエスチョンを抱くことがあるはず。そんな時、このナンバーをじっくり聴いてみること、そしてその後に踊ればいい。そう、坂さん、朝のポエム、朝のポエム、昔、ズムイン朝でやってたやつ。すぎるよ。ズムイン朝やつね。やってた、これ朝のポエムだ、うん、別にあのポエム書けって言ってんじゃないんだよね。なんかそういうのやってたことあったのか。これでもいいね。まあ、こんなのあんだね、うん。これもだからもう本当にあの素晴らしい、もうね、これ以上ないとこで、やっぱこういうものに生きてきたね。撮っててよかったなってのあるよね。あってよかったね。あってよかった、うん、これ今はだって元に戻ってる、その感覚で書けないの。書けない。まさかさんは書けないけど、まあなんとかね。その後踊ればいいだって。これね、そしてですね、その3、このね、外箱がこれしっかりした、これ素材でね、お、すげえ。しかもちゃんとおめでたい、うん、これあのバックドロップ新しく作った、ね、バックドロップと同じデザインで、うん、こっちは縦になってるんだけども、でこれでですね、さらにですね、クリアファイルが、これが早期予約特典、これまたクリアファイル、すごくいいクリアファイルなんだな、うん、あのついてくるっていうんで、でこれがですね、あの7月10日の23時59分までね、に申し込むとクリアファイルがついてきますよということでね、そんなこんなでこれね、税込み8800円、おめでたいですからね、マニア垂涎のアイテムですから、ぜひともお買い求めくださいと。でですね、ドアステはですね、下半期、恒例のですね、イベントのスケジュール、ライブスケジュールを、これはこの間一気にこうバーンと発表しましたけど、うん、まずは、こちらでございます。はい、原子さんお願いします。恒例のジャンピング乾杯ツアー2022チキチキ機材車猛レース法定速度厳守、スピード違反はしないですよですね、はい、
で、これは、おなじみのフラワーカンパニー、フラカンと、10月の8日土曜日、浜松窓枠、10月10日月曜日、新潟ロッツ、10月15日土曜日、石巻ブルーレジスタンス、10月16日、日曜日、いわきクラブソニック、ということで、はい、やりますね。はい、ね、これ、まあ、チャンピング乾杯ツアーですね。2018年以降、もう毎回、毎年やって、ね、恒例の、まあ、社員旅行って言われてますけど。そうですね。うん、楽しいよね。楽しい、楽しい。いつ見てもやっぱりいいんだよな、これが。本当、学ぶところ多いっていうか、なんかこう、付き合い長くなればなるほど、こう、行かれてるなって思うよね。とてもネジ外れてるよね。人として。バランスいいよね、うちらの。いや、ほんとそう。俺らの方がまだ社会性あるもん。それこもどうかは答えないんだけど。ね、まあ、すごいよね。ちょっとやっぱ奇跡のバランスというか。うん、そうだね。フラカン自体そのメンバーのバランスがものすごいいいから。いいよな。うん、まあやっぱり元から同級生というかね。すごいよね、それ、うん、同級生。なんかね、同じ長くやってるバンドでも、うん、空気感がこう違うよね。違う、フラカンの場合は。より家族っぽいっていうか。すごい同級生っていうか。普通に家族みたいな感じがするもんね。俺らやっぱチームって感じだよ。野球とかそういうさ、うん、チームって感じだけど、うん、あっち家族感あるよね。うん、本当に。っていうかね、まあ、家族もそうなんだけど、同じ学校にずっと一緒にいる人みたいな感じっていうか、あのね、それはあるな、うん、同級生感というか。そう、ずっと同級生、まあ、同級生なんだけど、うん、なんか、その感じがずっと残ってる。そうだな、うん、それはあるかもしれないな。すごいいいところだと思うんだよね。楽しいよな、うん、いや本当いいんだよな。これでも本当、まあ、いつもやってるけどフラカの投稿というかさ、いつもは今どこ行ってるのかななんていうのさ、その知ったりするじゃない、インスタとか、うん、ああいうので結構あれだよね、その地方のさ、あの細かいその小さいそのバンド主体のフェスとか、うん、あの呼ばれてる、うんうん、やっぱりあの長年やってて、うんうん、呼ばれてる。呼ばれてる、ね。よく言ってる。何が違うんだろうね、俺たち。うん、まあ、ラカンはやっぱり全国こう細かく昔から聞いてたからね。うん、まあ、俺らもまあたかな。でも、もうイースさんも呼ばれてるよ。この間吉野に言ったら随分呼ばれてるんじゃないですか。そんなことないよ。ちょっと俺らそんなもんじゃないからね。呼ばれないから自分らで言って、全く呼ばれない。全く、やっぱり何が問題なのかな。そういうあれじゃないでしょ。それはまた別の機会。言ってもゆっくり話し合うとしてた、ね。先に自分らで予定決めて勝手に言ってるからな。それもあるよね。みんな遠慮してるんですね。遠慮してるのかな。だからもうあれだ、年だから腰重いと思う。いやいや、そんなこともないだろ。なんかそんな変わんないよ。おじさんたちやっぱり動かしたら辛いかなみたいな。そうそうそう、動かしたら遠慮してるの、まあ、あとは主催の人たちとたまたま知り合ってないとか。そうなんだ、ね、もう主催のそういう人たちと知り合ってないもんな、うん、それ知らない、向こう知らないから知らない人で思わないよ。そりゃそうだよ。まあ、そういう接触を、そういう YouTube じゃないよね。そういう YouTube だよ。まあもうね、なんかあったら呼んでねっていうことだよね。そうですね、これを見た人は、はい、見てんの、もううちのバンド好きな人しか見てないよ、ね。はい、そしてですね、ドアズの日特別公演セカンドインパクト、これがですね、ワンマーとダンスホール新世界、これがですね、ウグイス谷ですね、あそこのほらキネマ、キネマの下下ね、下だ。で、これが10月の19、20日と、これがですね、2ですということなんですけども、これはですね、会場がシャルウィーダンスの撮影で、ね、うん、使ったところなんですよ。へぇ、佐賀さん、シャルウィーダンス見た？シャルウィーダンス、いやー、ね、素晴らしい映画なんですけど。今、あくびしてたでしょ。素晴らしい映画なんですけど、うん、見てないんですよ。そうだね。見てないの。
これから見ようかなと思ってた。何十年遅れだよ。いや、いいね、その身軽さ。いいね。これから見ようと思ってた。今見ようと思ってたのに、今日帰ったら見ようと思ってたんですよ。そうそうそう。言うんだもんな。そうそうそう。だから会場、これすごくいい雰囲気だったよね。あの、あそこも良かったもんね。キネマもね。うん。あれ、やっぱり独特のこう、なんていうのかな、昭和感というか。良さあるからね、うん、それでもタイトルがいいんだよね、これね、サブタイトル、逃げちゃダメか逃げちゃダメかと笑われたらいいと思うよ、カッコ詰めっていうね、あとは踊るだけさせてもらう、あとは踊れればいいですよ、ね、ダンスホールだけで、ね、そうです、これまああのエヴァンゲリオンからね、新世紀でね、つけたんだけど、これまああのタイトル決めるとき大変だったね、これタイトルね、いつもあの大体何かの時にさ、あのノリが今日ちょっと2つ決めたいことあるんで集まってくださいってね言われて、うん、みんなでこういろいろこうねブレインストームですよ、あでもねこれでもないって言い合ってタイトル決めるんだけど、うん、これ大変だったね、俺はもう、うん、あのもうでもだいぶ絞り切ってるからね、うん、なんか話し合ってるうちに一周ぐらいしたもん。いや、一回諦めた。なんか、あれってこれ最初に戻ってないかみたいな。このダンスホールっていうのがこれもう本当にあの、ダンスホール新世紀っていうのがね、そのワードからさ、この連想するものがもう、ダンスのダンっていうのはもうやっぱ男かと。で、すごいかと。すごい。す、ダンス、ホール。穴かと。ダメだろ、ダメだろ、使えねえなって言われてる、そう、新世紀なんてことだ、それ以上言えない、それ以上は言えない、それ以上、この辺のね、すごい盛り上がったんだよ、この辺からも枝すっごい広がってた、全部下の方にね、外してですね、そう、一個も使えなかったから一回もう忘れようってことでちゃんとやっぱりこう切り返してね、すげえ面白い、1時間ぐらい白熱してたよね。次から次へと。次から次へと。それはダメだ。それはそれはもう、涙流して机バンバン叩くぐらいの面白さだったんだけど、一切使えない。会場側に悪いわ。人に迷惑かけちゃう。二度と使えなくなるわ。で、それがね、ド初の日ということで。でですね、あと京都の竹は、趣味が。はい。はい。恒例の。ドアセンプレゼンツ京都の宴15回目を迎える今年は4日間開催です、うん、12月1日木曜日、3日土曜日、4日日曜日、5日月曜日、京都タクタクで行います、楽しみですね、また楽しみだね、これちょっとよ、ね、あ、これ続きがあるのか、どうしよう、これあれだろ、4日、いや、うん、まだ台湾とかは言えないけど、どういう感じなのこれ、そこに書いてちょっとワンマン言えないの、言えない、4日のえそのうち坂さん一人だけっていう日とかないの、それはね、どこでしたっけあ、これ4日ね、うん、4日ある坂さんと相撲大会つまんなきゃね、ちびっこ相撲大会ちびっこありだよ、相撲取りでも何でもねえわ子供をこうなんか足をこう転がしてる坂さん想像するだけで相当面白いけどね、ただの太ったおじさんだからふんどしのね、ふんどしはもう慣れてるからいいんですか、慣れないんだけど素人で裸で転がるのも慣れてるからね、タクタクがさ、ね、やっとこうまたねできるようになると、そうです ね、ちゃんと入れてね、まだこの時点でどうかわからんけど、まあ、早くみんなで歌えるようになりたい、うん、あとほら新福祭館が、うん、あの近くのすごい、うん、あのできたの、うん、なくなってたじゃない、なんか乗り分けしたんだってな、うん、あの違う新福祭館ができたの、もあの前にほらあの泊まってたホテルのちょっと行ったところに、うん、奥の方にあったじゃない、うんうん、あれがあの要は乗り分けして違う店になったのって、でもまるっきり同じなんだって、うん、え、名前はもう違う、名前違う、なんだっけな、場所はそこで、場所はそこで、おだから食える、同じ味だって、うん、あ似た感じ、よしよし何がよし
よいしょな。よいしょ。そして、年末のライブもございます。坂島さん、お願いします。はい。はい、歳末ライブ、暮れの元気なご挨拶。22。うん。長いよ。12月7日水曜日、福岡ビートステーション。12月9日金曜日、高松大魔となっております。そして、そして、はい。あ、まだですね。ドハツ展かける、かける、かけるですかね。これ、じゃあ、ドハツ展かける、長野クラブジャンク BO かけるになっちゃうけど、これ。そうですね。ちゃんと読んで。ドハツ展かける、長野クラブジャンクボックスプレゼンツ、長野冬季オリンピック22。これはですね、12月29日木曜日、そして30日金曜日、長野クラブジャンクボックスでございます。これさ、はい、いや年末のね、またこう恒例のお楽しみの。最近もうこれ長野行くの楽しみなんだ俺。なんでなんで。あのガラムマサラの、うん、あの入ったあの七味のカレー味のふりかけ、かもうなくなっちゃうから。なくなっちゃうの。いやいやあの、うちの、ね、うちの在庫が。あ早く買わないと。すげえうまいんだよね。マジで。いつもあのシリーズ。うん、なんだけどあのまああの入れ替え用詰め替え用の袋で買う。ね食べてるけど。いろいろありますね。いやあれすっげえうまいから。ちょっとあの辛いよちゃんと。普通のふりかけなんだもんね。ふりかけ。七味とか一味とかに、ね。じゃなくてふりかけなの。あとその味噌もあるんだよ。ん？カレー味噌みたいな。七味カレー味噌みたいな。あのこんなチューブっていうかこういうのに入ってて四角い透明。宇宙ってかけて、うん、ご飯にちょっとかけて、うん、あの中にキーマみたいになってる、うん、肉も入ってる。うまいんだ。何でもかけちゃう。うん、今度坂さんにかけちゃう。坂さんもあのライブの時に着替えてるとこのお尻のところにかけちゃう。カレーをね。真面目にみんな見ちゃうじゃん。白いさん、それはないわって。それは今日、白いところ黄色になってるキーマもついてるよって。今、出したばっかりじゃないかみたいに見えるよ。みんなふわーって、なんか匂いはいいなみたいな。だから意外といいね、そんなの。スパイシーだねって。いや、だけどこれさ、まあ、タクタクも楽しみだし、ね。うん、これこそ、でもあれだよな。その自分らで勝手に決めてね、言ってるわけだけども、うん、これにみんなやっぱりね、こうやって付き合ってくれるって言ったら、ありがたいよね。うん、本当に。どこら辺から新曲できるのかなっていう話だよね。そうだね。まあでも、どっかではやるよ。いや、どっかではやるでしょ。そりゃ、うん。ね。どっかでは、うん、何曲やるか知らんけど。ね。またじっと待ってなくちゃいけない。そうなんだ。だからもう本当でもあれだよな。でも今回のこれもね、なかなかちょっと面白そう、うん、得点も、うん。なんかこうさ、結局思ったんだけど、こうだんだん得点がこう、的なものがさ、うん、なんちゅうのかな、こう、グッズ的なもので引き寄せるっていうかさ、その、うん、お得点じゃなくて、にするんじゃなくて、こう、なんていうの、人間的なこの中身というかさ、そういうものが得点になってくるってなかなかすごいよね。ビジュアル系でもないのに。ですね、ビジュアル系かもしれない。いや、まあ、まあ、大きい括りではね。だって、ドラムだけのピンで抜いた映像とさ、そうそう、写真集ついてくんだよ、昔の。これビジュアル系が考えられないでしょ。 X やることだよね。発掘そうだよ。発掘されたお宝写真の数々だって話が。そうだよ、うん、プレミアムつきますかもね。つかないと思う。最初買わないと思う。値段跳ね上がっちゃって大変ですよ、これ買わないと。これ騙される人の顔でしょ。騙す方じゃなくて。そうっす。はい、ということでね、まあじゃあそれぞれ、どっちのカメラかな。これはこっち、俺はこっち。じゃあ
友達と、あ、趣味と坂さんと一緒だから、じゃあ一言ずつ、じゃあまず、友達から。はい、はい、あっちのカフェ、はい、そうですね、これ DVD も出ますし、ライブもたくさん、決まってます。あのすごい楽しいことをいろいろみんなで考えて、計画してますんで、楽しみに待っててください。なんか暑いんでね、気をつけてください。ではでは。はい、じゃあ趣味。はい、なんだろう、ライブ来れなかった人とかは、この DVD を、ね、買って見てくれると、うん、これね、暑いからね、外に出ないで家でいるのもいいかなと思います。あとはまあ、今言った通りいろいろ計画しているので、ね、新曲もバシバシできるし、うん、まだまだこれから楽しいことがどんどん続いていくと思いますので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、はい、じゃあお父さん。はい、ありがとうございます。枠入ってる、大丈夫あ、見切れてないだろ、はい、じゃあお願いします。はい、そうですね、とにかくこの内容の素晴らしさ、カメラ見てください。そうですね、どんどん画面見ちゃうんですね、これね。なんですか、カメラ見てください。相当な、相当な、この、なんですか、カメラ見てください。レアな、内容になってますね。これを、ちょっと、ゲットしないとね、さっきも言いましたけど、大変もったいないという感じがしますね。私のね、さっきもちょっと話しましたけど、ポエム調な感じも入ってますんで、何卒よろしくお願いします。背が怖えな。そうだね。なんとも言えねえ顔してるね。はい。じゃあですね。まあ本当にね、今回8月10日に発売されるこれに、じゃないともうしばらく見れない曲も、もう多々あると思うんで、ね。記録としてというか、何回でも見れる。もう、そうそう演奏しないんじゃないかなっていうのもあるから。ね。その辺もぜひ楽しんでいただきたい。もうこんなにまとめてやることないんでね。うん、あとはもうこっから本当にライブやって新曲作ってね、いつも通りに元気にやっていこうと思ってるんで、まあ本当に近くに行った際にはね、ぜひもう今こそやっぱり生のライブを見ていただきたいと思っておりますんでね、それまでのまあつなぎとしてもいいと思うんでね、この恥ずかしい写真集もねついてきますから。恥ずかしい写真、恥ずかしい写真、あなたの恥ずかしい写真ね、ありますからね、ぜひとも楽しんで、またそれではライブで会いましょう。じゃあ今日はね、ありがとうございました。じゃあみんな買ってねー。